彼はだらしがないことが大嫌いな男なのだ。最高の状態で演奏することは当然なことだ。シュトラウスの使徒変容が始まる。なかなか調子が出ない。これはね、ちょっと練習にならんです。なぜかって言って弾く気がないんだもん。誰か弾いたら弾いたろうと思ってんだもん。自分の目の前にあるやつは指揮棒と見比べて出るんですよ。これやってたらいつまでたったら初めの出始めだって。そうですよ。ピーンと一本筋金が通ったように演奏が引き締まる。いくら言ってもできない時は叩いてやりたいと彼は思う。しかしよくできた時は自分のことのように嬉しい。だから彼はよくうまくできた生徒に自分の部屋にあるものをチェロ以外何でもご褒美にやるという。指揮者と一緒にタクトを振り歩き回り楽譜を確かめダメを出す。高い椅子に登って音のバランスを聞く。どんな小さな不協和音も聞き逃さない。今年のチャイコフスキー国際コンクールでバイオリンの牛尾田増子、佐藤陽子が2、3位に、チェロの安田健一郎が2位に入賞した。モントリオールの国際コンクールでもバイオリンの鈴木秀太郎が2位に入賞している。皆斉藤さんの弟子である。日本の音楽界はもう世界的に認められていると言ってよいだろう。しかし西洋音楽はまだ外国語だ。これが日本語になりきった時こそ日本の音楽が本当にトップレベルに達する時だ。今の若い人が中堅音楽家に成長した時こそ日本の音楽界の全盛期がやってくる。それを斉藤さんは20年後だという。
斉藤秀雄、東邦学園大学音楽学部指揮科弦楽科主任教授、これからの日本音楽界の主役を育てる主役である。